ございます。今日はお忙しいところありがとうございます。総理は5月末に G7 サミットに出たことになりますけれども、その場で活用していただくという趣旨から、G7 諸国のアカデミーが集まって共同声明をこの度にまとめました。それで各国それぞれ首脳の方にお渡しするということを行っておりまして、日本でもこういう機会を作っていただきまして、今日お渡しすることになりました。はい、大臣から一言を聞いていただきます。今回なんか三つの共同声明を発表されているので、この共同声明が、総理は参加者の G7 サミットにインプットになるというふうに思っています。ありがとうございます。それでは、これが声明で、後で専門の方々から説明をさせていただきますが、まずお渡しさせていただきたいと思います。皆さん、説明していただきます。それでは今日私ども副会長の花木先生、それから実際にこの共同声明それぞれのテーマについて議論に参加いたしました戸川先生、教育研の医学の先生ですが、それから経済のテーマになりましたので、学習院大学の宮川先生。